はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリュウジです。では今回はアウトオブパークベースボール斉藤佑樹ハンカチ王子物語続きをやっていきたいと思います。で、前回までに8月までプレーを進めてまして、今回は9月になります。もうこのねシーズンの公式戦最後の月になるというところなんですが、斉藤先月は勝ち星がなくですね、ここまで4勝13敗とだいぶね、負けが込んできてしまっているという状況です。まあ、今月9月はね1勝でも多く勝ち星を積み重ねてもらいたいなというふうに思っています。ではね、9月になってますので順位表から確認していきましょう。順位表なんですが、もうソフトバンクがね、完全に独走しているという状態です。で、ファイターズはなんとかね最下位を脱出したいと、できればね、4位、まあ、ちょっと望みは薄いですが3位 A グループね入ればいいのかなというところでね、現在は最下位に沈んでいます。セリーグの方はジャイアンツがね、こちらも独走体制を築いているという状態になっています。では個人成績、さらっと見ておきます。で、こちらがですねセパ合わせた結果なんですけども、アベレージが山田、ホームランがバレンティンがね、ひた走っているという状態になっています。なのでここからパリーグにねちょっと絞って見ていきましょう。まずアベレージの方なんですが、浅村、さらにホームランは31本か、バレンティンが55本に対して、ちょっとパリーグのね、今のところホームラン王争いっていう意味ではブラッシュが31本で、西武メヒアが29本で続いているという状態のようです。続いてピッチングの方も見ていきましょう。千賀が13勝を挙げてますね。まあ、千賀とねマッチアップする機会の多かった斉藤からするとね、ちょっとやっぱり厳しい戦いになっているのかなと思うんですが、できればね5勝を挙げてもらいたい。今4勝13敗の斉藤なので、なんとかね5勝目を挙げてくれればいいかなというふうに思っています。では斉藤のピッチング見ていきたいと思います。はい、では斉藤になります。ここはロッテ戦ですね。石川との投げ合いになります。では初回1回の表ロッテの攻撃、斉藤の立ち上がりです。大きいのはねどうしても出したくないですよね、足が速いので。立ち上がり序盤3回ぐらいまでに失点、しかも大量失点するケースが目立ってる斉藤なんで、ここはまずはね、初回3イニング、ここをきっちり0点でいってほしいという、その立ち上がり大きいのはライトフライに打ち取ってワンアウト。2回の斉藤なんですが、6番藤原にライト線を破るツーベースを浴びて、ノーアウトランナー2塁のピンチになっています。まあ、課題の3回までの斉藤というところではね、ここもなんとか0点でいってほしい場面ではありますね。ここも打ち取ったあたりでライトフライ、これで2アウトランナーが2塁と場面が変わって、バッターボックスは9番の田村。まあ、斉藤はねそのポテンシャル、あとはその現在の能力は 1.5 星になっていて、もう完全に成長しきっているというね状態なので、ここから大きな成長は見込めないので、やっぱり3点4点っていうところで抑えておいて、その後ね打線の援護を待つというのがセオリーになると思うんですが、今みたいなね緩慢な送球をすると足の速い荻野には出られてしまうと、ちょっとこのあたりピリッとしないですよね。
今のも全然ね、抑えなきゃいけない場面だったと思うんですけどね。で、難なく荻野には2投を許すと。ここは二塁ゴロに仕留めたものの、荻野は三塁へ進みます。これで外野フライでも1点という場面になりましたね。そしてレアードを迎える。そのレアードにはライト線を破られるタイムリーツーベースですね。まずは先制点を許してしまった斉藤。ただ1点であればね、まあ、斉藤の能力を考えた場合許容範囲と思うんですが、ここで鶴岡にパスボール。そしてバルガスにはレフト前タイムリーを浴びてしまうというところで、まあ2点目を献上してしまいましたね。今日の先発マスクは、ごめんなさい、鶴岡じゃなくて近藤でしたね。ここはゲッツーだ。この回2点を失った斉藤、打線のね援護を待ちましょう。さあ5点追加点を挙げてもらって6対2と4点リードで迎えた5回、斉藤なんですが、ノーアウトランナー2塁1塁でレアードを迎えるという場面になります。ここはもう1点はしょうがないと割り切ってですね、ゲッツーシフトを引いて一気にアウトカウントを2つ取っていきたい、そういう場面ですが、レアードは打ち上げてセンターフライになります。ただ二塁ランナーが立ち上って三塁へ進んで、ワンアウトランナー三塁一塁でバルガスと。このバルガスもね、ゲッツーで仕留められればいいかな。ただそのバルガスはどうだ、落ちる、レフト前タイムリー。バルガスにはレフト前に運ばれ、なおワンアウトランナー二塁一塁。ここも抜けていく。これは2点タイムリーになりますね。2点タイムリースリーベースを浴びる斉藤。これでもう点差はあっという間に1と。この回3失点目ですね。そしてワンアウトランナー3塁ですからね。ここはなんとかね、逃げ切ってもらいたい。藤原をピッチャーゴロに仕留めて、ツーアウトまでこぎつけてますね。ツーアウトまでこぎつけたら、リードを保ったまま、なんとかいってほしい。よし。これでね、サードゴロに打ち取って、この回3失点ですが、ギリギリ、なんとかね、リードを守っているという斉藤です。では、6回の斉藤になります。8番、加藤。ここはフォアボールで歩かせ、9番田村。一塁ランナー加藤翔平は足が速いですね。65、スティールが55になってます。ここは警戒していきましょう。送りバント、確実にランナーをスコアリングポジションに進めてきました。これで1番荻野を迎える。荻野の当たりはセンター前、ランナーは帰ってくる。どうした、センターはボールをハンブルしますね。これで同点。同点に追いつかれた斉藤。これでね、斉藤の勝ち星はもう一旦消えてしまったと。パスボールだ、近藤のパスボール。これで斉藤の負けがつく状況に変わってしまいましたね。ちょっとさ、近藤にしろ鶴岡にしろパスボール多いよね。まあ、このゲームの特徴なのかもしれないですけどね。
では斉藤はここまでということになります。はい、ゲームの方なんですが、斉藤ね、残念ながら勝ち星はつかずと、7回に同点に追いついてもらったので、この時点でね斉藤の負けも消えたんですが、まあ、もちろん勝ちもつかずという状況で、試合の方はロッテに負けているという結果になっています。続いて斉藤の9月2回目の登板、今回もロッテ戦になります。では1回の斉藤です。先にねファイターズが1点先制をしてもらった立ち上がり、もうロッテとも何度も対戦しますからね、この1番荻野を出してはいけない、そのことはもう重々承知してると思うんですが、このままね無難に3回を0点でいってほしい。さあ斉藤なんですが、ヒットの後2者連続フォアボールを出して2アウト満塁のピンチ、バッターボックスは藤原です。ここを抑えられないとちょっとね、序盤で大量失点という場面だが、ここは持ってかれましたね。左中間を破るタイムリースリーベース、3点タイムリースリーベース、逆転を許した斉藤、1回の裏ロッテに逆転を許してます。まあ、斉藤の球威を考えた場合ね、どうしても2点3点と点を取られるのは、まあ、ある意味仕方がないというところではあるんですけどね、いかんせんその回が早いですよね。この序盤3回までの間に大量失点するケースが多くて、このままだとねちょっと苦しい中でバッテリー化のミスも出ると。近藤のパスボールでワンアウトランナーが、2アウトランナーが3塁からタイムリーを浴びて、この回5失点目。ちょっと早いですがブルペンの準備をさせておいた方が良さそうですね。序盤1回ですでにビッグイニングにされている斉藤、5失点。さあ斉藤なんですが、2アウトが満塁というところからね、ここでタイムリーを浴びて6失点目になります。なんとかね2回3回4回とゲームを救ってきたんですが、6回で6失点、ゲームの方は2対6と4点ビハインドの場面で、斉藤はここで降板させたいと思います。ゲームの方は2対7と、敗戦になっています。続いての斉藤はソフトバンク戦になります。首位を独走するソフトバンク、ここに斉藤が先発するというところですね。では初回の斉藤です。ソフトバンク打線強力無比なのはもうね過去の対戦で分かってるんで、まあ、ここもね毎度お話してる通りにはなるんですけど、とにかく序盤の3回を切り抜ける、そして先頭打者は出さない、まあ、そういうね、セオリー通りのピッチングが重要になるところなんですが、いきなり今宮にライト前ヒットを浴びて、さらにパスボール、ここでパスボールをしてしまう近藤、二塁にランナーを進められて柳田、この柳田は打ち取りましたが二塁ランナーが三塁に進んでいます。これで、外野フライで1点という場面に変わりましたね。ここはフォアボールで内川を歩かせて4番デスパイネ、4番デスパイネはゲッツーで、ね、仕留められる可能性がありますからね、まずは
ダブルプレーシフトを引いてゲッツーを狙う。ただここは三遊間を抜けるレフト前タイムリー。この試合も初回に失点をしてしまいましたね、斉藤が。なおランナー二塁一塁で長谷川、ここはゲッツーが狙える。1失点でしのぎました斉藤です。前にもねお話したことはあるかなと思うんですけど、今ねバッター単位でプレーしてますけど、このピッチバイピッチに、ここですね、ピッチバイピッチに変えると一球一球でね、プレーをすることもできます。2対2と同点に追いついてもらった斉藤で、ここは5回の裏、パスボールがあって2塁に柳田を置いて3番内川という場面ですね。近藤のねパスボールがちょっと目に余るものあるんだよね最近ね。そしてここは打ち取った当たり、いやただライト前に落ちる。ここで勝ち越しをされてしまう斉藤、同点に追いついてもらった後のその裏のピッチング。これで2対3と再びビハインドになったファイターズですね。さあ斉藤、さらに6回の裏ピンチを迎えています。ワンアウトながらランナーが2塁3塁と、ここでショートゴロに打ち取ってツーアウトまで持ってきましたね。バッターボックスは小関、これもライトフライに打ち取った当たり、これで6回3失点。なんとかね6回3失点は斉藤に課せられた、最低限のね仕事ではあるんですが、ここで斉藤のスタミナが切れていますので斉藤ここまでということになります。ゲームの方は7対5と、ファイターズが首位ソフトバンク相手に、勝ち星を挙げてくれたと、そういう試合になります。はい、では斉藤、今シーズン最終戦になりますね斉藤にとっての、最終戦、斉藤の最終戦はロッテ戦になります。前回ね、もう1ヶ月半2ヶ月ぶりの勝利ということで5勝目を挙げた斉藤なんで、ここはねもう一勝積み上げてもらいましょう。では1回の表斉藤最終戦の立ち上がり、何度もね痛い目にやっている荻野、あとパスボール、ワイルドピッチ、要はバッテリー間のミスがね少し多い感じがするので、キャッチャー能力はねやっぱり重要だなというふうには感じますね。1番荻野は空振り三振、2番角中の当たりはレフトへの平凡な当たり、そして3番のレア、ここも空振り三振。いや今日の斉藤気合入ってますね。さあ斉藤、ここまでですね、序盤4回までを0点に抑えて5回の表、ロッテ打線を迎えるというところでワンアウトランナーが三塁二塁で1番荻野というピンチ、ここをしのげば6勝目が見えてくる。ここは荻野をサードゴロに打ち取ってアウトカウント1つ取ってツーアウトランナー三塁二塁で角中、その角中の当たり、大きい当たりだ、大きい当たりだ、持ってかれた、同点スリーランホームラン。角中にはライトスタンドに運ばれ3対3同点。
斉藤、ここまでね、すごくいいピッチングしてただけにね、角中に同点スリーランを浴びるとちょっとメンタル的にもきついですね。斉藤のメンタルですね。レアードを打ち取ってこの回3失点の斉藤です。さあ、ここでバッテリーカーのミスが出てノーアウトランナーが見る勝ち越しのピンチで田村を迎える斉藤です。この田村の当たりはセンターライナー、二塁ランナーそのままです。この回しのいで打線が点を取ってくれればね、斉藤に勝ち星がつくと、おー、そういう状況の中、1番の荻野にシチュエーションが変わります。この荻野の当たりは抜けていく、セカンドランナーが帰ってくる、これで斉藤が勝ち越し点を許してしまったという場面で、前の打席同点スリーランを浴びている角中、ここは角中を見逃し三振。ただ怖いバッターレアード、バルガスと続きます。このレアードの当たりが抜けていく、ライトオーバーのタイムリーツーベース、斉藤、ここで力尽きたか斉藤というところ、この回3失点、被安打9、ここまでですね。斉藤の最終登板戦ですが、ロッテ打線相手に5対6ということで勝ち星取れず、斉藤の今シーズンこれで終了というふうになります。ではね、レギュラーシーズンペナントレース終了しました。1位がソフトバンク。で、我々、ファイターズは5位ということでね、この後プレイオフ進出することなく、一旦ここで、今シーズンのファイターズ、そして斉藤の戦いが終わったということになります。というわけでね、ここの OPT、今回初めてプレイをしてみたんですけども、実は OPT の21を購入してますので、新しくね、次回からは OPT の21でプレイをしていきたいと思いますので、ぜひですね、プロ野球好きな方、残念ながらね、プロ野球最短でも4月の24日開幕ということで、だいぶ当初の予定より開幕遅れてますが、その分ね、夏場のオリンピックがね、延期ということになったので、夏場もね、プロ野球が見れるんじゃないかという期待がありつつ、このコロナウイルスがね、いつまで続くのかという不安もあり、なかなかね、ちょっとプロ野球の状況もわからないですが、ゲームの方だけでも盛り上げていければなと思いますので、ぜひ、お時間ある方ね、ちょこちょこ覗きに来ていただければ嬉しいなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ね、また新しい OOPT でプレイの方をやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。